チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、半分終わったっすね。終わりました。やっと。折り返し地点です。さあ、7球団目。そうですね。はい。あとどこですか。巨人、西武、横浜、楽天、中日、オリックス。はい。あ、サイコロでやってる割に半分半分ずつになったっすね。すごいですね。平等に出ますね。じゃあ。3の3、セリーグの3位。やってる。3の3、おいまた1の4やってる。3の3よく出る。出ますね。これやってないとか当てるのが難しくなって1の4やってる。6の5やってる。1の4やってる。2の1西武。じゃあ西武行きましょうか。行っちゃいますか、西武。はい、西武はですね、とんでもないですこいつらは。西武のスカウトと編成誘導すぎるんだよ。もう最初から言っちゃうんですねそれ。じゃあ行きましょうか。はい。94年ドラフト1位、はい、富岡さんっていう東京ガスから入ってきて、はい、4万1勝で終わったんで無印です。それじゃ無印スタートですね。2位尾関、はい、 SS プラスです。 SS プラス。3位西口さんです。はい、 SS です。おお、2人 SS が。しかも西口さん余ってんだな本当。立正大学でも西口さんも1年目は2勝、2年目から16勝っていうすごい。尾関なんて3年目までほぼ1軍出てないけど98年からもういきなりレギュラーだもんね。本当ですね、104試合で、じゃあ95年、はい、1位高木大成さん、はい、SS です。はい。2位大友さん SS です。すごい。3位小石澤さん無印っす。もう2年で SS4 人っす。すごい。しかも全員もうレギュラーバリバリの。しかも1位2位で SS って最高じゃないですか。最高。すごい。今までなかったですね、ほとんど1位2位が SS。ソフトバンクとかですね。ソフトバンクは3人あったんで、井口さん、松中さん、柴原さんありましたね。そうだそうだ、すごい年が。96年1位玉野無印っす。玉野にね、僕が初出場の時ね、ピッチャー薮田さんで9番かなんかだってなめていったらホームラン打たれて、もうそれから全員ホームラン打つんちゃうかって思っちゃって。あ、でもいい心がけになりましたね。もうきついから全員ホームラン打つって思ってんねんで。だから言ったら今の楽天だったら堀内とかでもホームラン打つって思ってんねんで。打てへんやんそんな。そうですね。でもそうやってこいつも打っちゃうの、もう全員打つんちゃうから、もう全員もう常に全部勝負器よみたいな。もうそれはうまくいかへんでっていう。慎重になりすぎちゃったので何でも打つんちゃうかみたいな、そういうトラウマあるわ。玉野さんの2位森進二さん SS です。はい。谷中さん B、 これ楽天いきましたよ B。 97年安藤さん、佐藤さん、鳥籔さん全員無印です。しかも安藤さんは1試合も1軍出てないです。ああ、そうなんですね。専修大学。こういう年もあるんですね。そうなんです。ここに来てね、今までうまくいったのにここに来て全部失敗って。はあ。この安藤さんっていう人もなんか変則的なタイプで専修大学だったんですけど、良かったんですけどね、結構大学の時は。で98年、松坂大輔くじ引きで勝ってね、はい、 3SS プラスです。で赤田翔吾 BB で星野 BB です。中継ぎ変則左腕3人ついてるからいいですね。で99年、高山 B、 真山、大島無印です。無印もいるんですよ、はい、比較的。でもやっぱ SS 率が高い出だしがね。はい。2000年、大沼 BB、 三井さん A、ホアシ A、 もう散らばっていいですね。左腕王国やもんここ。だってこれ大沼、三井さん、ホアシってピッチャー全員だって1軍入ってるもんで、はい、普通に。で2001年、細川 SS、 中村 SS、 いやこの年も結構すごいな。栗山 SS、 全員レギュラー、全員バリバリでゴリゴリのレギュラーですね。ここまででもだってエース松坂西口さんの2本柱に抑え森進二さんとか大沼、三井さんとかが中継ぎ入っちゃったりなんかして、で外野が赤田、尾関、大友さんとか栗山、これでチーム作っても強いもんね、この上位だけで。でまた主砲、中村選手主砲が入って、キャッチャーも安定して入ってきてっていう、全員 SS だよ、ここもすごいですね。だってまだ1、2、3、4、5、6、7、8、8年しかやってないのに SS9 人ですよ、もうすごい 100% 超えてるやん。そうですね、カープが SS が14人いたんですよ、でそれを超えられるかっていう。おお、本当だね、はい、カープも結構だ、生えてきた選手がSS が14人いたんですよね、はい、この勢いだったら抜けますけどね、次2002年、はい、どうなるか。1位後藤、はい、B、長田 BB、 小野寺 A、 ここら辺も長田、小野寺もね中継ぎで一躍になってましたし、まあ、後藤はね代打の切り札的に西武、横浜行ってね、ゴメスっていうね、よくわかんないなんでそうなったのかまあいろいろな事情があるんだけど、はい、よくそれを登録面にしようとしたなっていうねところはありますけど、はい、で2003年山崎 B、 黒瀬松川無印です。はい、だからあれですね、いい時はいい、ダメな時ダメみたいな中途半端がないですね。あ、そうですねで2004年涌井 3SS です。うわ、すごい。はい、で片岡 1SS、 山岸無印です。だってもうここでまた SS が、しかも球界を代表する、はいこう1年で2人入ってるっていう年がやっぱ結構あるので、それがすごいですね。次2005年、はい、高校生ドラフト、1位住谷、2SS、キャッチャーのドラフト1位で2人取ってて、両方 SS 鳴らしてるからで、すごいですね、すごい、それはすごい。で田沢無印、はい、で大学社会人で松永 B の吉見無印です。無印、はい。で2006年1木村 BB、はい、ピッチャーちょっと野手転向してね、はい、去年あともうちょっとで規定打席で取ったのに、だって木村規定打席で取ったとしたら、はい、9人規定打席なんですよ。やばいっしょ9人規定打席って、ベンチのメンバーが能力発揮できひんだみたいな。いや、そうですよしかも打順とかも全然変わらずに固定でしたもんねあんなチームだったら采配、ピッチャーのことばっかり考えときゃいいで、はい、打線はなんか楽勝ですね、あと頑張ってくれみたいな、はい、ちょっと並びだけ変えようかみたいなシュ無印です。シュですよねシュ、大学社会岸 SS です。はい、毎年いんな SS みたいな。いや、すごいな。 SS はもう、はい、プロ野球界の頂点見てるってことですから、ね、うん、山本無印です。はい、で2007年がですね、スカウトの金銭授受問題が発生しましてですね、だからまあいわば、まあ、裏金問題ってやつですよね、高校生ドラフトの上位2位までが剥奪されています。あ、そういうことなんですね。だからそれ以降でしかないんですけど、はい、だからそれ以降の2人で、やってると竹熊、はい、BB です。それでもランクついてますからね。そこから引いても BB 引いてくるっていう、ね、はい、で梅田が無印、大学社会人は平野、藤原が両方無印です。はい、まあここはもうこれ金銭授受問題があって、ちょっと動揺してますね、ドラフトに、動揺が見られる俺も裏金欲しかったな俺なんでいきなりここでぶっ込むけど、はい、逆指名でドラフト2位だから、はい、俺もなんか聞いてたのね、都市伝説は。で、俺も俺の裏金ね、これです。これ、300万 ?3000 万 ?3 万円です。どういうこと？ 3 万円ってなんかね、契約の下交渉みたいなんで、厚木かどっかのホテルでレストラン的な食事するところで、その下交渉みたいなのだったんですよ。で、僕の時の監督さんが厚木に住んでたんで、でそこでやって帰りにこれ交通費って言ってもらったんですよ。あ、交通費代として。はい。でも野球部の車で行ってたから、まんまもらえたから。でも大学生に3万ってでかいじゃん。ラッキーと思って、それだけいいじゃないですか。いやいや、だって噂に聞くとえぐいもん、奥行っちゃってるもん。え、そんなに行くんですか？なんか契約金がもっとね、なんか推定は1億円だけどみたいな。でもそれって実際はだからダメなんですよね。うん、そうだね。だからそれバレちゃったんだよね。あとはなんか栄養費とかね、よくなんか言うってというじゃないですか、強化費的なね、はい、絶対くれんかった俺も3万円交通費って書いてたうどん入れて裏金でも何でもない表表がない全員の前でくれたもん。さてこれ交通費少ないけどちょっと誠実いいじゃないですかそれもね。いやー俺も欲しかったなそんな腐れへんねお金は。まあまあそうですよ、うん、もう全部使っちゃってるでしょうけどね、もらってもそこ使ったよなもうじゃあ裏金じゃあ1億もらったとするじゃないですか、一番最初何買います？大学の時だったら、はい、裏金もらっちゃったらその時だったらブランド物とか買いに行ってたんちゃう、それこそヴィトンとか。でも1億円なんて余りまくりますよ、ブランド物買っても。とりあえず好きなの買うよね。そうですね、うん、まああとは貯金みたいな。うん、そうだね。でまただから車とか買ってんじゃない。ああ、あれ佐藤さん契約金は使ったよ。何使った？車買った。俺はね車買ったけど、だからそういうの買っちゃうんじゃない。買っちゃうでしょうね、うん、私もブランドもガンガン買っちゃいそうだったら本当さあこんだけしかくれんかったよ。いいじゃないですか3万円。都市伝説もっとすごかった。まあ期待はしちゃいますよね。噂信じるじゃん、そういう幸せな噂って信じるじゃん。しかもそれがまかり通ってる時代だったんですもんね。でも分かんない、事実かどうか分かんないよ、聞いたわけじゃないって伝説なんで。次2008年、中崎無印野上 AA の浅村 SS、 すごい1位で取っても SS 引くけど3位でも SS 引いちゃうよみたいなね。これいいですかね言っちゃって、もうカープの SS14 人とここで並びましたさあこっからまた出てくるから。2009年、菊池雄星 SS です。抜いた。で三沢岩尾が無印です。岩尾そうですね、ちょっとトルネード式な投げ方してましたけど。で2010年1位大石無印、牧田 2A プラスです。 2A プラス秋山 1SS です。秋山なんで取りに行かなかったんだろうね、他の球団のスターをね、もう待ってたのに。本当にしかも2010年でうまいところを取ってない人たち、はい、前回やったヤクルトだった山田テストが 1SS ですけど、はい、その下ね無印ですけど。確かにそういうのもね、そういうところの判断も大事ですよね、はい、2位3でいい選手を取れるっていう、で11年戸亀 BB 小石 B 小松木無印、12年、はい、松田 S45 時使って今、はい、相内無印の金子 SS。 SS 多いな。この10年以降の SS って難しいんですよ、めっちゃ僕のルールでいうと、うん、それを簡単にクリアしてきてる西武はねすごい。いやだってその次の年もまた来るんですか、うん、13年森友哉 SS、はい、山川 SS 豊田無印っていう、すごい毎年 S ばっかりやないかみたいな、 SS2 人ずついるみたいな、うん、14年、高橋コーナ A、 佐野 B、 外崎 A。 わあでも全部ついてる。で15年田和田 S、 川越無印のこれからって言ってましたね野田 B。 16年今井無印、中塚無印の源田 SS プラス。うわすごい。で17年斎藤西川伊藤無印の3人、はい、で18年が松本渡辺山野辺が無印、はい、まあここら辺は本当仕方ないです。いやちょっとすごいですよこれです。西武SS なんと20人ライオンズのスカウトと編成やばいんだよいやすごいですね、すごすぎるんだよ。いやその目はどうしたんやねえ、本当ですね。だってタイガース2チーム目にやったんですけど SS5 人ですからね。でそこはロッテですもんね。ロッテも7人とか、まあカープが一番多くて14人だったんで20人ですよ。すごい。そらずっとそれはまあたまにね A クラス入れなかった時もあったかもわかんないですけど、そらずっと、はい、A クラスいるよ。いますねいやすごいなこれで。しかもここに去年おととしの2連覇、はい、だってこれ FA とメジャーなかったらもうエンドレス連覇してるかもわかんない。いや最強ですよ。だって西武って今結構放出させちゃってるじゃないですか、選手。だって涌井、片岡もいなくなってるでしょ。岸投手もいないし、岸もいないでしょ。で、ポアシもいなくなったでしょ。これSS の中で何人チームいなくなったやろうな。尾関いなくなったでしょ、で森さんメジャー行ったでしょ、で松坂もメジャー行ったでしょ、細川ソフトバンクでしょ、涌井片岡いなくなったでしょ、住谷いなくなったでしょ、岸いなくなったでしょ、浅村いなくなったでしょ、菊池もいなくなったでしょ、で秋山いなくなったでしょ、11人いなくなってる。まあメジャーもあるし FA もあるし、20人 SS 出て11人いなくなったけど9人いるんでしょ。それがね、強さの秘訣だね。そうですね。いやでもこの SS、 私3人ぐらい楽天いただいてるっていうのがこれが、だから SS いすぎて S が少ないもんね、逆にね。はい、でもいいことですよね。そう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 、だって2つ出しても22だから全部チームの中で1位だもんね。はい、で AA も多いし、だって AA も一番多いし。多いですね、4人いて。無印が少なすぎる。1234563だもん。33、これ圧倒的に少ない。もう圧倒的です。だって他の球団全部40人以上いるんで、うわ、だからもうそれは無印が出るのは仕方ないの。だから俺は別にここ一定数いても、そこのラインが俺は40から45が平均なのかなって今まで大体そうだから思ったのが33。これだ、ドラフト上位が本当に活躍してるってことですね。そうだからもう、ちゃんと取ってるってことだよね。取ってる。だから1位2位3位にちゃんと目星をつけて、ちゃんとやっていいところをちゃんと抑えながらやってるっていう、そのスカウトの目も素晴らしいし、編成的にどういう順番で取っていこうっていうドラフトの順位付けも素晴らしいです。はい、いやすごいな。キングオブキングだね、編成。だから、まあ、もちろんね、現場のコーチとか監督とかね、もちろん選手の頑張りもそれは一番だけど、こういったところがいいよね、監督としてやるんだったら。そうですね。だからそのね、まあもちろん監督の要望も聞いてくれるだろうけど、そういう編成とかスカウトのしっかりした力と眼力の中でいい選手をどんどん取ってきてくれて、でそれでチームの中で成長させていって作り上げて戦わしていって、その選手たちが日本球界代表する選手になっていって。いや、これスカウトの方たちもすごいやりがい感じてるでしょうね。こんだけもっと給料上げてもいいんちゃう、本当。そうかも。それが引き抜いたらいいんちゃう。ああ、他の球団もう倍ぐらい払って、西武のスカウトとか編成を。そうですね。だってもういいもん、明らかに。いや、なんかスカウトの人とかに何を見てこう選んでるのかっていうのがやっぱりスカウト大事だから、もう倍払って取ってきた方がいいんちゃう。いや、そうですね。でも一生契約とかって言って、スカウトってこう何が違うんでしょう。やっぱ見る目ですよね。そうじゃない。あとはもうそのドラフトのね、順番の駆け引きもあるけど、だってすごいよ。すごいですね。ドラフト1位も SS ちゃんと作ってるし、多分ドラフト1位の無印率一番低いところ。かなり1位活躍してましたね。全員が無印なのは、まあ、17、18年は仕方ないじゃん、去年、おとまだ1年目、2年目だから、そんなのは全然仕方ないけど、1個だもん、97年だけだもん、全部無印。これを続けれるかどうか、この17、18、だから16の今井とか、川越、でまあ、高橋光成とか、まあ、外崎もこの先、S になっていくと思うので、ってなっていったときに、この14年から18年までがどんだけ頑張れるかでまたかかってるんだよ。そうですね、続けていけるかっていう。そうだね、出ていっちゃうからね。はい、いやでももう本当明らかに西武の強さがもう分かりました。そうですね、西武ライオンズのスカウト編成の皆さん、さすがです。